ルプーさんペンライトありがとうございます。おはよう、のんちゃん、朝から素敵なメガネだね。素敵かわかんないけどありがとうございます。おはようございます。おはのんございます。おはのんございます。おはよう、この挨拶だけ行ってきます。いってらっしゃいおはよう。今日は言うて寒くない、今は今日も可愛いよ、ありがとうございます。おはのんございます。おはよう、おはようございます。なんか昨日そう結局寝はしたけど、めっちゃ定期的に起きちゃった、やばいっつって、あの時の二のワイフまで。連休明けの月曜日つらい、わかる、月曜日って嫌だよね昨日よりなんか気温下がると思うけど、今んとこ布団の中にいたのもあってあんま寒くない。ツイッターギリだったからちょっと焦った。いやでも6時半には全然起きてたから、あのめっちゃ目をこすりながら、そう起きてはいるんだけど、あのツイートするあのほどの余裕がなくて、睡魔に戦ってたから、ちょっとそうとりあえずあのお茶を飲もうと思って、目覚めるとそう飲んでからツイートしたもう休みたいです、休んじゃおう休んじゃおう。ゆきねえの髪の毛の色戻ったの見ました、あの同じ部だったから昨日。熱心ですね、コメントは初めてです、ありがとうございます。たくさん寝れた、さんは寝れなかった。そう今度はまさちゃんたちがイベントなので、ぜひあの星とか50カウントとか協力してあげてください。おはようございます。まさちゃんとえりちゃんかな、うん、私が見た中だとそう。お話会ありがとう、楽しかった、楽しかった、私もね。じゃあ誰かしら行けたらいいんだけど、そうね、 JK 組は時間が長いからそうだいぶ有利になるのではないでしょうかお寺の朝食食べに行く、いってらっしゃい。盛大なあくびして涙目になったイベントお疲れ様でした、ありがとうございました。そう三連ちゃん、バラありがとうございます。高橋さん、バラありがとうございます。なんかめっちゃ星投げるじゃんイベント終わってるからあれだよ、 前ほど頑張んなくていいよいやめっちゃ投げてる。おはようございます。今日は宮崎名物チキン南蛮を食べるもん。え、ちょっと待って、朝からやめてやめなさい、ちょっと美味しそう食べたい。今日はのんここオンラインファンミです、だから朝配信そう、まあ、できなくはないんだろうけど、どうしよう。なんか最近さあれなんだよね、化粧のりが良くなくて、そう
ゆきたんに昨日ずっと相談してた。これコアなんだけどなんでってずっと聞いてました。そうめっちゃ聞いてた。いろいろ調べろよって感じだけどさ、聞いた方が早いよ。ゆきたん既読早いから。寝坊しなかったことを自慢する配信ですね。イエス。ねるねるねるねもゲットしました。なんかねるねるねるねで恥ずかしい思いをしてる方が何人かいて、そう申し訳なさを感じつつも面白かった。でも私も買ってはいるんだよ。どこに置いたっけ。こっちが食べたくてこっちを買ったけど、イケンが準備してくれてたら今度ショールームで作るかプライベートで食べる。そうこっちの味何気になんか、お危ない、あんま食べてないから買っちゃった。保湿頑張ったらよくない。そうだから、じゃあまずもう下地から保湿系のやつを買った方がいいのかと思っていろいろ聞いてた。でも保湿系の下地ってなんかいいの分からなくて、そう私の知ってる下地はそう保湿系のなんかプチプラで思いつかなくて、なんかデパコスのイメージが強くて。そうそうだからいろいろ聞いてました。なんかいいのないかなって。あとコンシーラーが私はなんかあまり上手ではないみたい。ツイートの写真かわいい。私どれあげたっけ、なんか記憶にありそうでない。なんか2枚でめっちゃ迷ってたんだよね。大人のねるねるねるね私食べたことないんですよね。まさちゃんがなんか食べてた前配信で。だからまさちゃんに聞いたらあれじゃない、美味しいか分かる気がする。でもまさちゃん今日配信するのかな。のんちゃんのメイドさんはちょっといつかお楽しみに。しんさんハートありがとうございます。グレープ味ではなくねソーダ味です。ぶどう味じゃない、ソーダとラムネって何が違うの。私ずっと気になってたんだけど、ぶどう糖の量。もぎさん悔しそう。もう次のお話し会の時聞こうかな。そうなんかどうしたらいいんだろうと思って、そうせっかくあの岡田さんにファンでいただいたからさ、下地土台がちゃんとしてないと崩れちゃうんですよ。だからそう無駄にしないためにもちょっと頑張りたい。新さんハート100個ありがとうございます。お試し、でもなんか私が欲しいなって思っているのを持ってるのがあのソララしかいなくて、でも私ソララに普段めっちゃ借りてたから、そう言おうにも言えない。そうずっとあの眉マスカラを自分で買うまで借りてた。借りてました。ごめんねソララ。そう私まゆちゃんと2人でそうどこだったかな行きました。お風呂も行きました。なんかちょうどレッスンの後に撮影しなきゃで、もう夏だったからやばくてちょっと銭湯行こうってなって行きました。エデンさんバラありがとうございます。あそう眩しそうにしてる写真か、波動のやつだね。なんかなんでユキタンあんなメイド似合うんだろう。さあ私あのイーケンのあの仮装コスプレする会があったんですけど、その時にユキタンがなんか迷ってて、
いや、ゆきたんはメイドって私ずっと言ってた。ゆきたんはメイドだよ。だってさ、あの褒め言葉になってるのかわからないけどさ、いそうじゃない？だってあんなに似合うんだよ。すごいと思う。あんなに似合う。化粧のりが悪くなるし。そうだからなんか最近、そう、あの、私の中で個人的な感想ね、あのお化粧は早うちにしない方がいいっていう意味がなんとなく分かった気がした。なんとなく分かった気がしました。和明さん、バラありがとうございます。ピン止めポケモンじゃないです。クロミちゃんも裏っかいし。ナイスバディでしたって、あのまさちゃんよくあの公園のやつでくびれくびれずっと言ってるから。そう、おはようございます。波動の写真ね。ラムネはもともとレモン風味で、ソーダはリンゴ風味の炭酸飲料だったらしいです。へえー、そうなのか。やっぱちょっとした違いで名前が変わるんだね。そういうあれなんだ。なんちゃんはぜひぜひ制服でお願いいたします。そうやろうかなって計画には入れてるので、お楽しみに。なんちゃんのツインテールも似合ってたよ。ありがとうございます。あれ本当はさ、ツイッターに出す予定じゃなかったんだけども、お詫びの品として出しました。ゆきたん探偵来てた。なんか候補を3つ言って、でマネージャーさんなのか所長なのかわかんないけど、なんか選んでくれて、であのそしたらあの探偵だった。ゆきたんは、私はあの赤ずきんちゃんだった。斉藤もげたさん、ハートありがとうございます。クジラさん、バラありがとうございます。としきさん、バラありがとうございます。斉藤もげたさん、ハート100個ありがとうございます。なんちゃんの思う化粧のりがいいのはどんな時？え、なんかもう完全にピタって密着してて、でなんかあれ違和感がない、なんか塗ったのがわからないぐらい、あの自然に馴染んでるのが、そうのりがいい時かなって思う。でも私毎回日焼け止め塗っちゃってたから、それのせいかなって昨日ゆきたんに言われたから、今日やらないでみて。おはようございます。そう、お詫び猫しました。エンジは次のシングルのお話し会の予約予定が出たらではあるけど、1回目にやりたいなっていう希望です。アイリちゃんと一緒に注文したよ、生写真の衣装ありがとうございます。あれあれか、中止王勢のあれ、バレンタインでね。さあ、あれなんか、うわなんかそう、めっちゃ可愛かったし、あのイヤリングが個人的にめっちゃ好きだった。ネルプーさん、ハート100個ありがとうございます。そうだから日焼け止めを使うんじゃなくて、日焼け止め成分が入ってる下地を塗った方がまだいいのかなと思って、そうだから今いろいろ探してる。そうでもできれば安く終わらせたいけど、まあ相当いいならちょっとお高めのを買っても最近いいのかなって思い出した。お給料もらってるし。そうなんか基本プチプラを買うんですよ。アイシャドウパレットとかはまあそれなりにいい値段するからあれだけど、そう基本プチプラを買ってるので、そうなんか下地だけはなんかもういいのを買ってもいいんじゃねと思って。そう、日焼け止め成分があるドリンク飲んだ方がいい。なんか飲む日焼け止めはあれなんだっけ、予防じゃないけどなんか修復で、塗る方はなんか防ぐってなんか聞いた気がする。おはようございます。
金をかけた分価値があるからね。そう。でも私まだ今んとこ持ってないんだよね。あのデパコスの中でもなんか値段のハードルってあるじゃん。あるんですよそうだからね、まずデパコスに入れない一回見るだけと思って、あのその時はあの見るだけって思ったけど、まず入ることができなくて、そうなんか買わないのに来たのって思われそうで、そうあの前通ってチラって見て終わったそう前見てチラって終わりました。今回のイベント頑張ったからバブちゃんにお寿司連れてってもらうんだけど一緒に行く？あのもう行きたいけど多分行けないので、ババちゃんにあの私の生写真を連れてくようお伝えくださいお伝えください。食べさせてあげてね、私にマグロかサーモンか赤エビをでもお高いんでしょ？そうお高い。あの下地ってあの物によっては1000円以下で買えたりもするんですよ。でも平気で2、3000円とか1万円近くのもあるのかな。ある。 JC でデパコスや嫌よ店員さんなんて、そう買わないのに来たのみたいな、なんかそう優しいデパコスがある場所はないでしょうか圧のない。中学生の顔してたら買わないのかなんて思われないよ。え、わかんないえ、でも私があの店員さん側で見てたら、あ、気になって来てくれたのかなって思いはするけどさ、まあ人によって感性は違うからさ、そうね、怖いそう、なんかデパコスイコール怖いってイメージがついてるんだよね。なんかお店によってイメージが違うんだけど、なんか普段からあれすごいいい女そうそう、なんか すごいもうお化粧だけはなんかあれ妥協しませんみたいなイメージが。アクスタ届いたらなんちゃんいろいろとそう連れてってあげてください、お出かけC さんハートいっぱいありがとうございます。かわいいのぞみちゃんおはよう。おはよう、なんちゃん困ってるよ。両方買っちゃおう両方そう、たまにはいいと思うよいいと思うよ。迷ったなら両方買おう。買わない後悔よりも買った後悔で、後悔してるか分かんないけどそう、美容部員さんと話すとなんか次から次へといいものが出てきそうで、私断るの本当に苦手だから初対面の人にだからそう、いやーって言えるか分からないから、私がデパコスデビューをするときは絶対にユキタンを連れていくと決めてますそう、ユキタン来てねって。そう、なんかジェルスチュアートはギリ私行けなくて、お店の雰囲気次第かもしれない。なんかデパ地下にあったらもう私それはいけないわあ、確かに田口さん、田口さん本当だ田口さんにちょっと、え、でもなんかついてこさせるのあるじゃない コスメはどこで買うか決まってるの？いや、それも迷ってるの、迷ってて、あの保湿系ならなんかポール&ジョーってところが結構有名かなっていう下地で感じで、それかジルスチュアートの下地が欲しくて、でジルスチュアートは単純に自分が気になるからっていうのと見た目が好きだからで、そうで、あ、でもなんか田口さんとこの前ご飯一緒に行った時に、
そう、なんか優柔不断だからのっちゃん決めてねって言われた。そう、すみません、まだ中学生でお金がなくてって言う。そういえばのんちゃん大好きな先輩にチョコあげたの、ホテちゃんは頑張ってあげたらしい。え、私さ、今回じゃなくてあのグループお話し会の時に渡す予定だったけど、みんな確かに今日があったわと思って、そうやらかしたなって思った。なんかバレンタインって後に渡したら意味合い変わっちゃうもんなと思って、そう、いやでも気持ちが大事かなと思って、そう。でも私が買おうとしてたやつがまだ残ってるか分からなくて、そう、無事また出てるといいけど。ポルジョ保湿系とサラサラ系、あ、ほんとサラサラ系もあるの、ちょっといる。え、だからそう、あの通販に持ってるけど、あのちゃんとお店に行こうかなと思ってそう、で行くときはちょっとゆきたんついてきてついてきて、ゆきたん、私行けないわもう。で、そう、母親もそんな詳しいわけじゃないからあれなんですよ、お互いよく分からずにあのいっぱい買わされそうポチると言うても、そう、ポチったらあれなのよ、なんか肌にあの明るさがあるから、 それが怖くてさ、銀座の構成番組でやってたから優しく教えてくれるかも。あ、本当？でも私まず銀座に行くのにまずあれだわそう、お店だと試せるからさ。え、ノンママも買わされるっていうか、あんまりそういうお高級なお店に行かないから、私もお母さんも、そうだから、そう、デパコス行った時が多分ね怖いバレンタインは気持ちが大事。そう、なんだっけ、何回入りのマシュマロとかをあげなきゃいいはずなんだっけ、何が入ってるの、なんかあ、いや何も入ってなくていいのか、なんかマシュマロの意味はなんかあんま良くないみたいだけど、バレンタインだと、そう、目あんま良くないです。ソララとユキタンと一緒に行ったら無敵やん。そう、買わされそうという時点で負けてる感じ。素材は大体買ったけど、高専なら茂木さんが美容部員やってくれるよ美容部員やってくださるのか義理チョコは渡す派あげない派？私友チョコはやってたけど、私別になんか義理チョコをあげたことはないですなかったな。そう、渡したいなって思うけど、なんかチョコが好きなのかわからないから、個人的にこれを買おうっていうのはあの想像はできてる。そう、だからあとは手に入れられるかどうかですでもまず渡せるかどうかだよね。私も恥ずかしくて結局渡せずに終わりそう。ジロリンさん、かわいい、ありがとうございます。のんちゃんに義理はないからねないっていうか、なんか渡す、大体あの友達って思ってるから、そう、渡す人は。友チョコと義理チョコの違いを前の公演の時に知ったから、そう、あんま考えたことなかった。当日はのんちゃんからチョコもらえるのを楽しみに待ってます。全員に配るの、来た人、はい、あげるあげるって2メートルだからシューンってやんなきゃだけど。そう、でも今年はチョコ祭りできないわ。え、喜んでくれるかな。まずチョコが好きかわからないんだけど、そう、チョコじゃないのを選ぼうか迷い中。何がいいんだろう、何がいいと思いますかね最終的に意見を聞くっていう。あ、でもなんかそう、個
個人的にこれを渡したいっていうのは、マネージャーさんに渡してもらうのもあれだし、いやどうせ渡すなら自分で渡したくないどうせあげるなら自分で渡したい。兄にチョコはあげない予定ではあるんですけど、スーパーに行っていいのがあれば買おうかなと思います。昨日昨日じゃないか、うん、マック買ってもらったポテ投げを食べたいって言って奢らせましたそう、なんてやつだってめっちゃ言われたけど、そうちゃんと片付けはしたから、そう許してくれそう買ってもらっちゃった。で2人で仲良く食べました。チョコ投げてもちゃんと拾います、落とさないようにねえ、何でも喜んでくれるかな、え、わかんないよ何がいいんだろう。兄のチョコはスーパーなのか、なんかスーパーに去年はポケモンのなんか欲しいってずっと言ってたからそれあげました。結局なんか自分でも買ってたけど束カードね、所長にお年玉としてもらいましたでも私あれ使い方が分からなくて、そうまだ使えてないんだよね。じゃあちょっと頑張って調達していきたいと思います。まず渡す時間があってほしい渡す時間があってほしいね。そうそう考えたら昨日持っていくのもありだったって思いますね。カズヤさんハートありがとうございます。アプリに入れるのかな、えチョコ兄の欲しいチョコ可愛いな、そうデュエルってやればいいんだよ。あでも一時期やってましたなんかそうスーパーに言ってました、ちょうどポケモンが結構盛り上がってたのかな、でなんかポケモンのなんかいっぱい売ってた。カズヤさんハート100個ありがとう。あスタバカードか、アプリじゃなくてあのカードガチのカードだった、そうスタバカードかチョコがアプリって何って感じか。ムーさんハートありがとうございます。ジロリンさんだるまありがとうございます。そう朝にしては元気だけど頭はいつも通り回ってなかった可愛くちゃんと遅くなったバレンタインですって言えば大丈夫。そうとか言ってね。ちょっと殺人チョコを渡すわけにはいかないので、私特製のちゃんと選びたいなと思います一瞬待って渡すのもありな気もするけど、歯が欠けてしまったらちょっと申し訳ないので、そうやめておきますカードを場に出し1枚ドロー、商品名を召喚と言えばいい。なんだっけ、入れよスタバカードそうスタバカードを使い、スタバカードを召喚しこの商品と交換ってターンエンドで終わりそれでいいかなしんさん、あ、え、嘘、ハート1000個もありがとうございますありがとう。簡単で出せばカードの中から引き落としてくれるよ
のんちゃんの気持ちが伝わればいいと思います。チョコ溶かしてもう一度固めて渡せば大丈夫。私それやってこんぐらいの厚さにしちゃったから硬いって毎年言われました。のんちゃんチョコを固くする才能があるんだね。あるみたい。そう、ちゃんとターンエンドしないと。永遠に俺のターンじゃないの。そう、俺のターンもないから。2月16リアイベ18だからタンプレにもあるよ。あ、じゃあ他にもなんかちょっと買ってこよう。そう、私田口さんにタンプレあげたかったんだけど何がいいか分からなくて結局まだ買えてなくて。そう、何が好きなんでしょう。仮面ライダーを買うにもなんか何がいいんだろうっていう。逆に仮面ライダーのチョコを探してみるか。なくはなさそうじゃない。ちょっと探してみよう。中地さんハード100個ありがとうございます。激辛カップラーメン。え、大丈夫かな。なんちゃん可愛くてごめん。ん？ん？私が可愛くてごめんってこと？それとも可愛くてごめんってこと？意味合いがだいぶ変わるぞ。ねえ。でもとりあえず探しに行こうと思います。変わる。だいぶ変わるぞ。20分になったら終わります。せせり。せせりか。明日そっか。怖い。じゃあ明日の夜は気をつけよう。明日の夜は気をつけよう。そう、明日の夜は絶対にあのイルミネーションが近くにあればそこを歩かない。歩きません絶対。おはようございます。なんか乾燥するね。やっぱね、今日オンラインファンミーティングなので参加する方でまだねるねるねるねを買ってない方はぜひお買い求めをお願いいたします。企画で使えます。食べたい。もう普通に普通に食べたい。ピカチュウです。ピカチュウかー。どうだろう、あるかな。まあいろいろ探してみたいと思います。イオンで買ってきてよ。そう、なんかコンビニにあるって情報はあったけどなんかなかったっつってなんかいろいろありましたね。水用意した方がいいです。でコップじゃない方がいい。あ、でもこれはコップでいいか。そう、お水も準備しておいた方がいいと思います。あ、樹脂力高くてごめんだって。許す。仕事ありますように。意地でもちょっと終わらせよ。ねるねるねるね買ってみるね。ぜひピュレグミ。何味？レモンが私は好き。メガネのんちゃん可愛いな。ありがとうございます。あ、ランキングを読みたいと思います。13位エデンさん。エデンさんありがとうございます。12位がムーンさん。ムーンさんありがとうございます。11位が中地さん。中地さんありがとうございます。10位がカズヤさん。カズヤさんありがとうございます。
が真摯な羊さん、真摯な羊さん、ありがとうございます。8位が矢野さん、矢野さん、ありがとうございます。7位がベベモンさん、ベベモンさん、ありがとうございます。6位がババちゃん、ババちゃん、ありがとうございます。5位がレイレイさん、レイレイさん、ありがとうございます。4位がクジラさん、クジラさん、ありがとうございます。3位がネルプーさん、ネルプーさん、ありがとうございます。2位がオガケンさん、オガケンさん、ありがとうございます。そして1位がシンさん、シンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ではハンバーグをやって終わりたいと思います。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きってやってください。いきます。ハンバーグー大好き。はい、ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ。